はい、こんにちは。ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。こんにちは。今日は、ここ、嫁おどし伝説の寺。ね、来てみました。これが本堂なのかちょっとわかんないですけど、ちょっと、登って見てみましょう。結構古いね。古い。すごいわ。めちゃくちゃ古いわ。ここに。ね。嫁おどしという、まあ、伝説を持つお寺だと思いますけど、ここは結構ね、古いね、思い出のあるお寺ですね。はい、では、その、嫁おどしのお面を、さて、登っていきましょう。なかなか、ね、歴史のある道ですよね。うん。で、よっこらせ。おと、ここに何か、ちょっと入ってみましょう。あ、これはさっき下から見た場所ですね。下から見て、神社ですね。うん。あ、作り方から言えば本当に古いですね、かなり。うん。あ、かなり古いな。すごい。すごい。何かいる。なんだろう。今ね、感じてるのがこの辺り。この辺りで何かがいる。ちょっと僕の目では追えないかな。いる。警戒されてる。やだ。マジ怖い。まあ、一回出ます。どこでしょう。どこでしょう。まあ、皆さん呼んでください。呼ぶのもめんどくさいし。国が指定する古いお道だそうです。ここからが確かにね、歴史的には古い、綺麗に作った、ものですね。確かに今の技術ではないことは間違いねえな。すげえな。さあ、ここが嫁おどし。あ、これ結構古いな、この道。あ、なるほどな。古いぞこれは。では皆さん、これが分かりやすくご案内しております。まあ、皆さんも読んでください。
ちょっと今から撮影ができるか、ここからちょっと聞いてもらって撮影させていただきます。はい、ね、なんかの資料館に入ってきました。あ、結構歴史の系ですね。私にはさっぱりわかりません。あ、これが嫁鬼のお面なんでしょうか、絵なんでしょうか。食いならば食えんが食えるせせせ、あとは読めません。いや、僕もなんて説明していいかがわかんないんですけど、はい、こんにちは。霊視研究家のムイです。今回は、嫁おどし伝説を取り扱っている吉崎五郎の願慶寺にかっちゃんがお邪魔させていただきました。撮影許可をもらったこちらは、座敷に上がって座って拝観、お話を聞ける場所となっております。さて、まずは嫁おどし伝説。こちらは、自分の息子の嫁であるお清という女性は、毎日のように近くのお寺に住む蓮如上人の説法を聞きに行っていました。それをよく思わない舅が自分の話を聞かない嫁を懲らしめてやろうと画策したのが、鬼のお面をかぶって嫁を脅すというもの。しかし、いざ脅してみても、嫁はお前が刃物で私を傷つけようとこの信心、心までは傷つけられないと仏教に対する心を変えることなく、家へと逃げ帰っていきました。企みが失敗した舅は、鬼のお面を外そうとして、しかしそこで鬼のお面が外れなくなってしまいます。恥を忍んで嫁に助けを求めると、嫁は念仏を唱えなさいと勧め、舅が南無阿弥陀仏と念仏を唱えるとお面が取れたのであるといったお話が、嫁おどし伝説のお話となっております。サイトごとに旦那と子供が亡くなっていたり生きていたりと細かいところで違いはあるんですが、すべてのお話で共通しているのが、仏教をよく思っていない舅のお面が外れなくなる、念仏を唱えるとお面が外れるといったところですね。解説終わり。吉崎ごぼうっていうところです。徒歩3分では、じゃあ10分はかかります。僕の足では。じゃあ、ちょっと行ってみましょうね。ここが一番、吉崎御坊。この、回廊は一番古いということですね。この前言った、のこぎり坂よりかも、はるかに古い、歴史のある道ということで、まあ、今は綺麗にしてね。整備されてますけど、昔はまあこんな風じゃないとは思っております。はい、ここは吉崎ごぼうね、きんぴらごぼうじゃありません。あ、フリーな、すげえな、わ、すげえな、なんかしな、坊主が多いしな、ここは。ここがきんぴらごぼうです。ここが古い、街道らしいですよ。はい、まあさあ、皆さんもね、視聴者さんの皆さんも、まあ今日は、今回はちょっと歴史を何だっけ、
タイガーマスクじゃなくてなんとかのお面の歴史の勉強でもしてください。鬼嫁やったっけ、鬼婆やったっけ。